LOVE ふささ LOVE ふささ誰青葉春でヒューリー博士を探そう。え、てか本当にそんな簡単におるもんな。探そうとかそんなもん、いつか見つかるとかじゃない。メイドカフェ、何これ、どうやって入ればいい。入れる、あ、入れる。今日の筋肉占いでメイド喫茶に行くといい出会いがあるって出たんだけど、女性と話したことのない俺が果たしてうまくいくのだろうか。筋肉占いってなんすか。いいね、メイドさん。お帰りなさいませ、お嬢様。うっひょー、メイドさんだ。みんなかわいい。やっぱり女子が一番可愛くなる制服はメイド服ですな。そうなのか。ダニー、ヒューリー博士ここにはいないみたい。ダニ博士どこにいる。ダニ、やっぱりこれがウサピョン。ヒューリー博士と出会ったのはウサギ小屋だったに。あの時なぜかウサギ小屋に紛れ込んでしまったミーは、誰にも相手にしてもらえず寒くて震えるばかり。おや、昔のウサピョン、ナメキチにそっくりだ。誰、ナメキチ。ナメキチってなんだに。何言っとるだに。てか話の腰を折るなだに。てか何、昔話の映像が見えてるの。そんな日々を過ごしていたある日、ミーをヒューリー博士が救ってくれたのに。私と一緒に来るんだ。お前には輝かしい未来が待っているぞ。感動的な話だな。博士、一体この町のどこにいるんだに。この町におることは確実なんか。ミーは博士を見つけるまで絶対に諦めないだによ。なるほど、ここにはいなかったと。すげえな。あー、スプーン落としちゃった。めっちゃキラキラやん、目。もろもろの事情でしゃがむことができないので、誰か取ってください。もろもろの事情。お腹の肉が使えて取れないのでってことね。お、次はあっちだ。ここは？ジャンク横丁。あ、すごいな。ここにも店がいっぱい。うおー。妖怪が。徹夜たちが現れた。敵のチクルマの騒ぎ立て発動。徹夜？徹夜って、そんなツタヤみたいな。よし。必殺技を発動させたい。けど、とりあえずこの辺拾おう。必殺技。あ、つぶやきが。やられるよ。お、やったね。勝利。イエーイ。さあ、仲間にはなるかい、誰か。誰も来ない。お、これは、あ、こっから入れるんか。すげえ、なにこれ、店。へえ。なるほどね。んで、こっちに出てきたけど、え、なに、この中出てきちゃダメだったのか。あ、あっこだ、あっこだ。おお。また来たよ、チクルマたち。さあ、来い。強いじゃないか。これ気になるんやけど。拾っても大丈夫なもの？お、いいね、いいね。ちょ、チクリマ、チクリマじゃない。つぶやき。夜更かししすぎて守りがダウンってダメやん。徹夜。イエーイ。この辺はそういう感じのモンスターじゃない、妖怪がいっぱい。お、倒した口滑らしが近づいてきた。友達になりたいなんて口が滑っても、あ、やべ、行っちまった。いいよいいよ、お友達になろう。口滑らしと友達になった。おお、思った声と違う。いいえ、口滑らしの情報を妖怪大辞典に登録した。
これは？ブキミーかな。口滑らしの妖怪メダルを手に入れた。口滑らしの妖怪メダルをそのまま持っていくことにした。んで、ここの店か。ここの店の、え？どこ？これ？これ人？出た！この店の名物、セラピアーズ等身大フィギュア。フィギュアよね？人じゃないよね？なんだ？いやーほんといつ見てもいい仕事してますなー。誰？ヒューリー博士ここにはいないみたいだに。博士。ウサビョンは一体何？クマ？博士と出会ってからミーたちは夢に向かって一直線だったに。要するに宇宙開発用の実験動物に選ばれたってわけね。言い方。なわけないだに。違うだに。そんなんじゃないだに。ヒューリー博士はミーの親友だに。ミーは何としてでもあの目を輝かせていた頃の博士にもう一度会うんだに。ん？ってことは最後の方は目を輝かせていなかったということか。それにしてもこんな街に博士は本当にいるんだに。え、結局目的地はどこなんだ。今なんかひょーなんか現れたぜ。あ、次の、え、あ、次の目的地向こうか。一瞬矢印出てないじゃんって思ってしまった。え？これはもしや、回っていかねばならんのか。マニア裏通りやって。あ、てか裏道、あこ入らんでもこっから回れるんや。なんだなんだなんだ。なんか私、この感じ好きなんやけど。この角度というか、この見え方。お、ニャケビ劇場！やったね。突撃。そして、え、なに？この衣装？この衣装ってさ、激レアなんだよね。なんとあのニャーケービーのフササタンが実際に着たやつなんだから。フササタンって誰だ？え、それは実際のモデルはどの人？いないの？いやー、全方位型オタクとしてニャーケービーは外せないであります。全方位型オタクって何？ニャーケービー！よくわからん用語が出てきたんだけど。LOVE フササ、LOVE フササ、誰？だに。ヒューリー博士、ここにはいないみたいだに。だに。博士、ミーはあの日のこと忘れてないだに。さっきから一箇所一箇所ごとになんかすごい思い出話が入ってくるけど。チビ、お前は世界で一番幸せな小動物になるんだ。宇宙というところは素晴らしいところだ。そこには無限の可能性がある。お前は誰も見たことのない世界を見ることができるんだ。でもさ、やっぱりこれって宇宙に飛ばす実験用ってことだよね。ひどいだに。実験のためじゃないだに。これはまさに友情だに。親友と夢を共有していたんだに。そう思わせてあげてよ。ってやっぱり変だに。あんなに宇宙を見ていた博士がこの町にいるとは思えないだに。何？ということはもしかして。何何？結局博士見つからなかったね。何？そうだにね。もしかして何やったん？博士を探すのはまだ始まったばかりなんだし、今日のところはもう帰ろっか。青葉駅から電車で家に帰ろう。お、マジっすか。電車で帰るの？お、いいね、いいね。前方からこう迫ってきてる感じ。なんかこういうのめっちゃ細かいよね。いいな、看板とかいろいろ。眺めよって楽しいんやけど。まあ、そんなことしよったら人にぶつかるんやけどね。よし。信号はちゃんと守るよ。やべえ、引かれよった。ここか、駅。うおぉ。一日乗車券を使って改札を通った。すごい、ちゃんと人が来よる。めっちゃスキップしよりやん。ちょっとなんか、足の上げが少なかったような気がするけど。それにしても、今日は青葉を遊び尽くせましたな。やっぱりこれって、ユウが行きたい場所に行っただけだに。まあそりゃそうだな、観光だよね。そんなことないっすよ。
たまたま私の青葉満喫コースと博士が行きそうなとこがリンクした的な。あ、もしかして博士もセラピアーズの大ファンだったりして。ふっ。おー、また口の悪さが。うわーすんませんした。いや、やばいやばい、死ぬって。これ周りから見たら一人でなんかしよる人になるんかな。危険やん。二人とも疲れとるし。ところでさ、そもそも博士はウサピオンの前からどうしていなくなっちゃったの？それね。博士と親友だったんだよね。それは。そしてなぜウサギの格好をしているの？ロケットのエンジンテスト中に爆発事故が起きてしまったに。その時、ロケットに乗り込んでいたミーも残念ながらそこで死んでしまったに。って反応薄いよ。博士はロケット失敗の責任を取って研究室を出て行ってしまったに。お、なんか頭の上がうにょっとしとる、ウサピョン。その後、死んで妖怪になったミーは博士を探したけど見つけられず。そんな時、博士がジャポンに行ったという噂を聞いてここにやってきただに。生きとんかな。そういうことか。もう一回博士に会いたいだに、会って謝りたいだに、会ってもわかんなくね。よし。USA。 あ、そっか、バーベキューだな。よし。おお、お肉がいい感じに焼けてきたぞ。ノーミートノーライフ。さあ、バーベキューパーリーの始まりだぜ。行くぞ。 BBQ だー。いいな、楽しそう。お、いろんなお食事いただきます。タイミングよくボタンをタッチして上手にお食事しましょう。あー、来た。これやばいぞ。光の玉がサークルに重なるタイミングをよく狙ってタッチするんです。最後まで綺麗に食べるとご褒美がもらえるかもしれませんよ。マジか。さらに上手に食べると金の粒が飛び出てきます。タイミングがぴったりだとたくさんの金の粒が飛び出しますよ。金の粒をたくさん集めるとご褒美がもっともらえるかも。そういうことなんやね。よし、頑張ります。さあ来い。いただきます。めっちゃなんか食べよるもぐもぐ言う音が聞こえるんやけど。あー、早かった。ひもじい現れたぞ。日本の妖怪も普通に現れるんかな、これ。このミニゲームの時にしか現れんのやろうか。ひもじい。あ、早かった。つまみぐいのすけとか現れたし。あ、私にも。すげえ、なんか鍋つかみまでアメリカ風やね。ボーナス獲得。銅のこけしを手に入れた。金の粒ボーナス獲得。真面目に生きるを手に入れた。なんだそれ、本？真面目に生きる。ね、テーブルの上に寝るな。いいな、楽しそうで。みんな食べ終わったみたいだし、そろそろ片付けちゃおうかしらね。そうだね、もうお腹いっぱいだし。肉焼きはどこへ行った？バーベキュー美味しかった。うっぷ、お肉食べすぎてもう動けないにゃん。バーベキュー終了とともにどっかに消えたんかな。なーにやってんですか、まったくもう。でもさ、急に USA に来てどうなるかちょっと不安だったけど、この調子ならなんかうまくやっていけそうだよね。当然ですとも。なんたってケイタ君にはこの超できる妖怪羊ウィスパーがついているのですから。その顔やめて。それが不安なんだけどにゃん。え、怖い怖い怖い。ジバ野郎、めっちゃバチバチなりよりやん。まあまあまあ、とにかくケイタ君、せっかく USA まで来たんです。これからはアメリカン妖怪のお友達もいっぱい作っていきましょうね。そうだね。
楽しみにゃーん。お父さんは一体何をしよんだ。片付けもせずに。シワッチ。シワッチ。USA の方がなんか平和な日々が続くな。博士の情報来たー。何何検索？本当だにか？博士は今どこにいるだに？どこ？それがさ、桜中央シティにある病院に入院してるみたいなんだよね。何？入院？博士は大丈夫なんだに？もしかして命にも関わったりするだに？それはわかんないよ。そこまでは書かれてないし。何？書かれてない？そもそもユウはどうやって博士の居場所をつかんだに？どこ情報？これまでミーがどんなに探し回っても情報をゲットできなかったのに。ネットの掲示板に書いてあったけど。何？博士って宇宙が好きな人たちの間では本当に有名人なんだね。ヒューリー博士、宇宙、今どこ？って検索かけたら一発でヒットしたもん。ウサピオンの苦労。そんなに簡単に？今やネット社会ですから。今までミーがしてきた苦労は一体何だったに？いや、歩くよりもネットの方が早いよ。お？博士これ。誰？ん？どういう状態？人これ。これで全員に行き渡ったか。誰だよ。なんか頭にキー生えとる？つぶやき的な？ちげえな。いよいよだね。なに？シャチ？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。